こっち。いや、こっちだな。あ、そうです。ウォーフレームやっていきます。いや、ネクロスのデラックススキンすげえかっこよくなったな、カラーリング。いいね。赤がすごい似合うね。さらに野草の大好きなカラー、黄色がね、結構綺麗に輝いてる。なんか、ちょんまげみたいなの生えてんだけど。さて、今回はね、こちらの武器、バストプライムのビルド紹介をしていこうかなと思うんですが、この武器ね、見た目もかっこいい。さらにね、個性的な音なんだよね、撃つと。キュインキュインっていうか、なんつうのかな、ちょっと高めな音なんだけれども、すごいかっこいい音出してくれるんで、さらにね、この武器、かなりね、使いやすいんだよね、本当に。隙のない武器になっていて、癖がないから使いやすいっていう感じですかね。さて、ミッションにやっていきました。まずはこの武器の特徴から話していこうかなと思います。で、この武器はシングルで、さらにセミオートのピストルということで、まあ似たようなところで例えるんだったら、そうだな、まあレックスプライム、そしてメアロックとか、あとパンデロとかですかね。まあステータス的に近いのって言ったらパンデロかなと。で、パンデロとね比べると、この武器はまあクリティカル関係は若干弱くなってるんですけれども、そしてね、セカンダリ射撃もないですけれども、状態異常がパンデロよりも 5% 高いんですよね。で、基礎ダメージも若干似てるといった感じで、本当にパンデロに近しい武器なのかなと。ただね、この 5% 状態異常のこの 5% ってやっぱりね、でかいんだよね、シングル系の武器で。フルオートだったらまあそんな変わんないんだろうけれども、やっぱシングルカテゴリーの武器ではやっぱり全然違ってくるし、さらにね、この武器、基礎ダメージが確か切断の割合が高くて、確かね 70% ぐらいあるんだよね。で、パンデロの方だったら56とか57とかそこら辺だったはずなんで、まあダメージ 3.0 じゃなくて、ダメージ 2.5 の時にちょっと強くなるのかなと思います、今よりも。あとはそうだな、まあノーマル版と比較すると、基礎ダメージが上げられて、さらにクリティカル関係は上げられずに、発射速度、そして状態異常確率が、上げられたということで、まあ全体的に強くなってるし、あとね、この武器の強さって他にもあってね、発射速度が速いんだよね。確かね、シングルカテゴリーの中では3番目ぐらいに速かったはず。1番は何だったっけかな、あの毒のやつだったっけ、ちょっと覚えてないんですけれども、まあ、結構早めに設定されてるんでね。さらにリロード速度も速いから、本当に好きなく撃てるんでね。連射して、すぐリロードしてみたいな感じで戦えるから、セカンダリカテゴリーってね、リロード速度遅いのばっかりなんだよね。基本的に2秒とかっていうのが多いから、このね、武器は本当に隙がないかなと思います。あと、この武器の強さ、ちょっと忘れてたわ。利便性質がめちゃくちゃ高い。5なんだよね。で、確かね、倍率も良かったはずなんだよね。確か、このピストルの中では。といった感じでね、ぜひね、この武器は、利便あってこそ輝ける武器なのかなと思います。まあ、持ってないんだけどさ。さて、ステータス見ていきますか。こちらです。基礎ダメージが70ということで、セミオートカテゴリーの中ではそんなに高くないのかな。中ぐらいかなって思います。ただし、切断の割合が、高いかなっていう感じで、次、クリティカル関係 20% の2倍ですね。まあ、最低ラインは普通に越してるといった感じで、次、状態異常確率。これはね、まあ、高いのかな。ある程度高さはあるのかな。で、マガジン数が6発ということで、まあ、パンデロよりかは、2発減っちゃったけれども、まあ、妥当なところかなと思います。で、次、リロード速度めちゃくちゃ速い。1秒ですね。これは本当に使いやすいです。といった感じです。ビルド見ていきますか。基礎ダメージマルチショット2種、そしてオーガーパクトからのクリティカル関係2種の60属性2枚ですね。で、感染ビルドで組んでみました。そうだな、オーガーパクトのところを利便枠になってくるのかな、もしくは60属性のどっちかかなといった感じで、そうだな、利便で出てきてほしいものといえばやっぱり基礎ダメージマルチショット、そうだな、あと1枠なんだろうな、まあクリティカル確率かな。さて、見ていきますか。できるだけヘッドショット狙って、あれ腐食構成だな。さて、テイク2です。はい、どんどん打っていきましょう。あーめっちゃ削れるね。おー、なるほど、といった感じで、いや強いね、やっぱ切断。
まあ割合が高いからがっつり出るっていうのもあるし、あとはそうだな、ダメージ 2.5 が来た後すごい輝ける武器の一つなんじゃないのかな。特にリベン込みでやったら今のシカルスとか超えれるんじゃないのかな、もしかしたら、といった感じで、まあそうだね、結構期待してる武器の一つかなと思っています。あとはそうだね、まあ 2.5 来た後にリベンで何引いたら当たりなのかな、まあ切断の数値とか引いたらまた強くなるんじゃないのかなと思います。はい、といった感じで、以上野草でした。またね、バイバイ。